パンキ研究所にようこそ。いただきます。誰でもゲームは快適に遊びたいものですが、なかなか運営に声が届きづらいですよね。日本で300万本も売れているスプラトゥーン2というゲームも例外ではありません。数多く売れるゲームというものはそれだけユーザーの声も多いものです。スプラトゥーン2自体のアップデートは近々終了するということなので、今回はスプラトゥーン3で追加してほしい機能を3つ見ていきましょう。1. ニューススキップ機能。スプラトゥーンの特徴といえば、ゲーム開始時に流れるルールやステージをお知らせしてくれるあのニュースですよね。可愛い2人組のアイドルにうっとり見とれてしまった人もいるかもしれません。そんなニュースもゲームを開くたびに流れると、いつの日からか煩わしさを感じてしまいます。すぐに遊びたい時はその数十秒も惜しいですよね。そこで一番多かった声がニュースのスキップ機能でした。世界観を維持するためスキップ機能は実装しないと公式からの回答があったそうですが、これだけ多くの声が集まると、もしかするとスプラトゥーン3では実装されるかもしれませんね。 2. コメント機能。次に多かったのはこのコメント機能です。スプラトゥーンでは試合中に十字ボタンを押すことでナイスやカモンといったコミュニケーションを取ることができますが、それだけでは十分な連携が取れない場合もあります。他のオンラインゲームでよく採用されているカスタマイズコメント機能があれば、より強い結束が生まれるかもしれません。この機能もスプラトゥーンの世界観を壊す可能性があるため、なかなか実装は難しいと思いますが、実装されればさらにオンラインプレイが楽しくなりそうですよね。 3. キャラクターカスタマイズ。スプラトゥーンといえばゲソや目の色を選んだり、豊富なギアを組み合わせて自分だけのアバターを作るのが醍醐味ですが、顔は一律でどのプレイヤーも同じ顔です。ゲソの形を選べるとはいえ個数も多くはありません。そこでより詳細にキャラクターをカスタマイズできる機能が欲しいと皆さんも思ったことがあるのではないでしょうか。目や口の形などを自分の好みに合わせて変えてみたり、より多くのゲソ型から自分の好きなものを選んでつけてあげたいですよね。ズボンの数も多くないので、スプラトゥーン3ではさらに個性が出せるキャラクターカスタマイズに期待したいですね。今日の授業は終わり。また来てね。